今回は果物の生物が。家でも練習してるから前よりは書けてると思う。ここに通い始めた時はひどかったな。パースも取れてないし線も歪んでて、好評であれだけ言われるのもわかるっていうか。それに比べたらだいぶ良くなってると思うけど。まだまだ足りない。まだ少しブランクを埋められただけで、教室のみんなには追いついてない。やらなきゃ。一枚一枚丁寧に真剣に書いて、少しでも上手くならなきゃ。ここか？絵画教室？そうみたい。この前も課題で悩んでたみたいだから、気になって見に来たけど。みんな真剣に書いてる。うん。なんだか怖いくらいだね。えなちゃん、よかった。え？前まではいつも苦しそうに絵を描いてたけど、今日は少し違うみたい。今日も酷評されちゃったな。まあいつものことだけど。でも細かい部分を指摘してくれるようになってる気がする。前はそもそも全部書き直さなきゃいけないレベルで指摘されてたし。チーズケーキのお店見つけたんだ。チーズケーキ？せっかくだし行こっかな。やった、じゃあ行こう。エナちゃんの友達かな。多分。少し様子を見てみようか。いっぱい乗ってて映えるし、チーズも濃厚で口の中が幸せ。双葉、連れてきてくれてありがとう。ううん、前からエナちゃんと来たいなって思ってたんだ。だから今日はすっごく嬉しい。そんなに喜ぶ？まあ悪い気はしないけど。でもなんだか懐かしいよね。前はこうやって二人で寄り道して帰ったっけ。うん、教室が終わる時間ってちょうどお腹が空く頃なんだよね。雪平先生はすごく厳しくていつも大変だけど、えなちゃんとの寄り道が楽しみで頑張って通ってたな。まあ昔から空気重かったし、いいガス抜きになってたよね。うん。あ、でもこれからはもっと空気が重くなっちゃうかもね。うん？ほら、もうすぐ受験でしょ？だから美大を目指してる人は受験のためにもっと必死になるだろうし、私も今よりもっと頑張らないとなって思ってるんだ。あ、そっか。双葉はもう考えてるんだ。ねえ、エナちゃんは大
どうするの？え、私？うん、私エナちゃんの絵好きだから行かないのはもったいないなって思って。ああ。美大か。正直まだ行ける未来が見えないな。絵の勉強はしていきたいし、行けるなら行きたい。でも今の私にその資格があるのかな。ずっと中途半端で、教室だってようやく復帰して、そもそも私に受かるの？合格するためにはもっと上手くならなきゃいけないのに。あ、ごめんねエナちゃん、まだ考えてる途中だった。ああ、まあそんな感じ。っていうか今はまだちゃんと考えられてなくてさ。それよりデザートも注文しない？季節のケーキって何か気になるんだよね。二人でシェアしようよ。そうだね。じゃあ注文しよっか。すみません、注文いいですか？はぁ、そうだよね。これから先のこと考えなきゃいけない時期か。でも私にはまだ画力も、多分覚悟も足りてない。教室のみんなには全然追いつけてないし、ニーゴの曲も表現しきれてない。画家にはなりたいけど、今のままじゃきっとなれない。こんな私がみんなと同じように美大になんて。えな。え、二人ともどうしたの？エナの様子を見に来たの。あ、エナちゃんの絵を描いてるところまた見たいなって思って。そうだったんだ。あんまりいいところは見せられなかったと思うけど。そんなことない、エナ、かっこよかった。それに強くなってる。え？さっき絵を描いてるエナを見て思ったの。真剣に描いてるって。そりゃ真剣に描くでしょ、周りのみんなだって。そうじゃない、私が見てたエナはずっと苦しそうに描いてたから。苦しそうで悩みながら描いてた。でも今日はそれだけじゃなかった。真剣に絵と向き合ってた。苦しいことに向き合えて、エナは強いなって思ったよ。みん、ありがとう、いつも見ててくれて。それじゃもっと頑張らなきゃな。え？さっき考えてたんだ。この先も絵は描き続けるつもりだけど、私が絵の道を目指していいのかなって。どうして？前よりマシになったとはいえ、双葉や周りの子たちに比べると全然だし、ニーゴの絵も納得できるものはまだ描けてないからさ。今のままの私がみんなと同じ場所に行って勉強して、その先の夢を目指すなんていいのかなって。エナ